皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、バルトーク、弦楽器と打楽器とチェルスタのための音楽、今日で第2楽章最後の解説動画となりました。6回目の今日は428小節目から残り全部を解説していきます。まずは1番パートから解説していきます。最初長い休みがありまして、447小節目から入ります。で、ここのボーイングはフォルテからクレッシェンドになっていますので、最後の A の音をアップで終わるために最初の手をダウンから入っていただきたいと思います。でポジションはもう D 線1本で取っていただいて構いません。で、第5第6の中間ポジションを使うとまとめて取ることができるんですけれども、威厳が必要になる上にもともと押さえづらいポジションを使うことになるので、かえって低くなりますので、ここはもう D 線1本でもう確実にこの同じ弦で取れるポジションを選択していただきたいと思います。続いて451小節目から説明していきます。で、楽譜をご覧いただきますと、4分音符に斜線が2つで、8分音符には斜線が1つになっていますが、両方とも16分音符の刻みで弾く形になります。で、ポジションですが、最初のデスは第6第7の中間ポジションを使って、デスは D 線で1で取ります。で、ここからポジションを変えずにゲーアスを D 線に移って2、3と取ります。こちらでまとめて取っていただきたいと。で、その後もデスとアスが出てきますので、ポジションを変えずに1、3とまとめて取っていただきたいと思います。455小節目のポジションは先ほどと同じように第6第7の中間ポジションを使っていただいても構わないんですけれども、一番高い音がゲーになりますので、第6ポジションを使うと取りやすくなります。で、デスをデー線で2で取って、でゲー、ゲスになりますので、デー線に移って3、2と取っていただきたいと。指番号で言いますと、2、3、このような形となります。最初からゆっくり弾きますと、このようなポジションとなります。続いて466小節目、まずポジションを説明していきます。最初のゲスは第5第6の中間ポジションを使って4で取りまして、この小節を4、2と F もまとめて取りまして、次の小節の AS は第5ポジションで2、1と取ります。で、その後は D、ですになりますので、ここは4、2とまとめて取りまして、最後は第2ポジションを使って、で、470小節目の B までをこの半音進行を4、2、1とまとめて取っていただきたいと思います。で、ボーイングですが、先ほど聞きましたようにフォルティッシモの最初の2小節間の長いスラーは1小節単位で切っていただいて構いません。最初から弾きますと、ボーイングポジションはこのような形となります。472小節目の F のボーイングは470小節目と同じようにダウンで、その後2小節後もオクターブ下がったら F もダウンとします。で、次の小節は最後の8分音符と F をダウンで弾きたいために、もう初めの16分音符からアップで弾いていただきたいと思います。470小節目から通していきますと、このようなボーイングとなります。490小節目アフタフト、まずポジションを説明していきます。最初は第1ポジションからスタートして、2拍目の頭の正までをまとめて取ります。で、 D を開口で取っている間にハーフポジションに移して、 AF を2、4と取って、次の小節の S、AS、これを移弦して1、1と取っていただきたいと思います。で、ボーイングですが、先ほど90小節目の1拍間で切ったんですけれども、比較的テンポの設定が早めであれば一意味で弾くこともできます。その場合はこのように弾いていただいても構いません。もう一度弾きますと、もしくはボーイングはこのどちらかを選択していただきたいと思います。続いて494小節目アフターコットからのポジションを説明していきます。注目していただきたいのは、その先497小節目のクリスタントになりますが、ここは楽譜をご覧いただきますと、数字の3という表記がありますので、ここはアース線1本で取るという視点になっています。このクリスタントをスムーズに取るために、その前の段階からポジションを上っていく必要があります。最初は第1ポジションからスタートして、 A、エイスがでなりますので、ここまでをまとめて取りまして、その後のチス、デーを第2第3中間ポジションを使って、アース線で1、2と取った後、ポジションを変えずに、次のアフタクトのゲー、アスを2、4とD線でまとめて取ります。で、その次の S、A は、アース線で取ります。で、今、1、2と取ってるんですけれども、2、4を使っていただいても構いません。ここ
ここで取ることによってその次のハーのグリスタンドの跳躍の範囲が抑えられる形になります。グリスタンドですがアイスを1でハーを2で取ります。で、まあ、2、3と取っていただいても構わないんですけれども、一番強く抑えられるこの2の中指でこのハーを押さえていただきたいと思います。で、ここから一気に杖まで跳躍します。で、最後の杖は同じ2で取っていただきたいと思います。ここまでをゆっくり通していきますと、このような形となります。502小節目アークタクトは先ほどのグリスタンドは逆に杖から歯に上行していく形になります。で、第1ポジションからスタートしてゲー、杖を2-2と取った後、指は変えずに同じ歯も2で取っていただきたいと思います。で、その後フィズが出てきますが、ここで再び第1ポジションまで戻って4で取りまして、またこの杖から歯のグリスタンドが出てきますので、合わせ1本で取っていただきたいと思います。508小節目ですが、ここは歯からデスのグリスタンドになります。で、ここも同じく合わせんで取る指定になっていますが、アークタクトが A の手になっています。で、ここもポジションを変えずにスタートするために D 線で取っていただきたいと思います。D 線で3で取ります。で、そこからポジションは変えずに R 線でこの歯を2で取って、あとはここは2-2とこのデスも同じく2で取っていただきたいと思います。その後510小節目のポジションはフィスとデスになりますが、ここは第5第6の中間ポジションを使って4-4と取っていただいても構いませんし、ゲー線1本で4-1とあえて跳躍して取っていただいても構いません。511小節目からのボーイングは最初アップから入って弓順となります。で、その後のボーイングもアップから入っての弓順となりまして、最後はポジションで少しテンポが落ちますので、指揮をしっかり見て飛び込まないように注意してください。ここからは2番パートの解説です。で、2番パートはもう何といっても最初のこのグリスタンドのこのオーパレードがポイントになっていきます。で、ここがもうポジションを説明していきますが、最初のアイスはアーセンで1からスタートします。で、基本的にはこのハーからデーのこのグリスタンド、その後もそうですが、2-2同じ指で取っていただきたいと思います。ゆっくりしますと、ここまでよろしいでしょうか。で、その後ヒスになりますので、1で取って、その後正 A のこのグリスタンドも2-2と取ります。ここまでアーセンで取って、次の3拍目の D はここは開放を使っていただいて構いません。で、 S、ゲスのグリスタンドになりますので、ここは1-1と取っていただいて構いません。で、 A になりますので、ここは当然 A 線の開放を使います。で、あとは A 線1本で登っていく形になります。ゆっくりしますと、このデスまでを A 線1本で取って、で、3拍目の R から開放で取って R 線に移る形になります。正 S のグリスタンドになりますので、2-2で、で、ジスを1で取って、その後も D、F も2-2と取ります。ここまでよろしいでしょうか。で、次の小節は A、A のグリスタンドになりますので、 D 線に移って取っていただいて構いません。その先も行きますと、ここは G、A のグリスタンドになりますので、D 線で1本で取って、 G から開放に移って、あとは G 線1本で取っていただいて構いません。その先もゆっくりいきますと、あとはもう正 S ハの繰り返しになります。その後のボーイングは最後フォーティッシモからクレッシェンドになりますので、最後の A はアップで終わっていただきたいと思います。もう一度428小節目から今の場所までゆっくりしたテンポで通して演奏します。ゲー線1本で取っていただいて構いません。指番号で言いますと1-4-2-4という形になります。その後も同じ形ですね。
で、S から始まるフレーズは、S はハーフポジションからスタートして、S、F をデーセンで取って、G から開放を使って、で、ここはもうゲーセン1本で取っていただいてると思いますね。で、ボーイングですが、最初の2回のフレーズは、フォルテからクレッシェンドですが、ここはフレーズが短いので、ダウン1読みで弾いていただいてると思いますね。で、S から始まるフレーズも、ダウン1読みで十分いきますが、もう少しクレッシェンドを聞かせたいのであれば、あえて3つごとに返してダウンアップと途中で切っていただいても構いません。466小節目から5小節間は1番パートと同じ形になります。ポジションをおさらいしておきますと、最初の G、S、F を第5、第6の中間ポジションを使って4、2と取って、A、S を2、1、D、S を第3ポジションで、4、2と取って、最後は、正からの半音の下降進行になりますので、4、2、1とまとめて取ります。通していきますと、このような形となります。で、その後のボーイングですが、16分音符からのフレーズになりますので、次の小節の8分音符の A をダウンで弾くために、アップから入っていただきたいと思います。最初から弾きますと、次も同じですね。ここはアップダウンと弾いていただきたいと思います。続いて402小節目アフタフト、ここはポジションを説明していきます。最初は第2ポジションで、正を4で取った後、デーセンに移って、今止まりましたゲーまでをまとめて取ります。で、F、A を第1ポジションで、2、1と取って、最後、S、B は、ハーフポジションで、移弦して1、1と取っていただきたいと思います。で、このボーイングも1番パートと同様に、で、402小節目を途中で切っていただいても構いませんし、あるいは、比較的テンポが早めの設定であれば、一読みで弾いていただいても構いません。その場合は、このようなボーイングとなります。どちらかを選択していただきたいと思います。498小節目、アフタクト、ここもポジションを説明していきます。で、1番パートとはタイミングが少し遅れて入るんですが、ポジションの動き方はもう1番パートと同じというふうに考えていただきたいと思います。最初は第1ポジションから、フィスまでをまとめて取ります。で、チスから第2、第3の中間ポジションで取って、で、アーセンで1、2、で、次のゲー、アスを2、4と取ります。で、S、A を、で、1、2と取って、その後、アーとベイになりますので、デーセンに移って2、4と取っていただきたいと思います。で、その後は、アーセンの指定でグリッサンドになりますので、その前のベイを、で、1で取って、で、ハーを2で取って、あとはもう同じ指で2、2とこの線までを移る形になります。その後も同じ要領で、このように取っていただきたいと思います。508小節目からのポジションも次の小節がハーですのグリスタンドになりますので、同じポジションで取るために最初の A は D 線で3で取っていただきたいと思います。で、ハーからですのグリスタンドは2、2と取ります。このような形となります。で、それ以降のボーイングはアップから入って弓順となりまして、ここまでこのようなボーイングとなります。で、最後は1番パートも同じタイミングになりますので、最後のタイミングも少しテンポがゆっくりになりますので、フライングして飛び込まないように注意してください。はい、第2楽章は最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。変拍子も1小節ごとに目まぐるしくかかってきますので、第1楽章とは比べ物にならないぐらい難しい楽章になっています。特に初めてこの曲を演奏される方は、いきなり指定のインテンポで演奏することは難しいので、必ずゆっくりしたテンポから練習するようにしてください。そして、パートトップを務める方は、本番はどちらか一本のパートしか弾かないんですけれども、普段の練習でどちらかのパートが不在になるという可能性もありますので、余裕がありましたら1番パート、2番パートを両方とも練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。